なるほど。つまりこういうことだな。お前は一度除染室のボタンを押した歴史へシフトして。俺はお前たちとはいけない。え？約束したんだ。別の歴史で必ずお前たちのところに行くって。そこで未使用のトランスポーターを使って10ヶ月前へと遡った。お前らがこの歴史へトランスポートしてくるには、俺が装置を使ってから10ヶ月のチャージ期間が必要だったんだ。そして長い間ひたすらこの時を待ち続けてきた。そうだ。ゼロの計画を阻止しようとは思わなかったんですか？そんなことしたらお前らと出会えなくなっちまうだろ。お前とんでもないことしてくれたな。え？お前のせいで何が起こったか分かるか？ミラが死に、エリックが死に、シグマは腕と片目を失って病院へと搬送されたんだ。それだけではありません。ゼロは言っていました。ラジカル6の感染者はすでに外に出ていると。もう手遅れなんだよ。感染の拡大は止められない。今日この日のことがきっかけとなって、やがて60億の人々が。かも終わりです。もう一度初めからやり直さないと。やり直す？私はこれから45年の歳月をかけてとある計画の準備を行います。なんだよ計画って。45年後の未来からシグマさんとファイさんの意識を連れ戻す計画です。それを実行しない限り60億の人類を救うことは。アカネ、俺も協力する。俺もクラシキースが言うお前の組織に入れてくれ。それはできません。どうして？純平君、あなたには全てを忘れてもらわなければならないんです。なんだって？ごめんなさい、純平くん。なっ、おい、あかね。そんな、嘘だろ。なんで？純平くん、私はあなたのことは忘れません。でもあなたは忘れてください。私のことなんてもう。嫌だ嫌だ、俺は絶対に忘れないぞ。どんなことがあっても絶対に絶対に。あかね、お前。目的のためなら手段を選ばない。私はそういう人間です。たとえ自らの命を失うことになっても、私は必ずAB計画を成功させてみせます。